アルディスチャンネルをご視聴いただき、ありがとうございます。この動画では、近鉄の珍しい列車同士の編成をご紹介しようと思います。近鉄は普段からいろんな列車同士を連結し、そのエリアごとに合った編成を柔軟に組み合わせて列車を走らせている会社です。そのため、大和西大寺、高安、名張、古市といった駅では頻繁に列車の増開欠を見ることができます。そのためいろんな列車同士の連結を見ることができますが、今回は私が撮影していて出会った少し珍しい組成をご紹介しようと思います。もちろん今回動画で紹介したもの以上に珍しいものもたくさんありますが、あくまで私が撮影したもの限定でご紹介いたしますので、あらかじめご了承ください。よければコメントでこんな珍しい組成があったなどとあれば教えていただけると嬉しいです。それでは始めます。まず最初にご紹介するのは、団体専用列車青空2に使用される 15,400系の PN04 と PN06 編成です。こちらの2つの編成の組成自体は他に比べればさほど珍しくはありませんが、見れるとラッキーと思える車両ではあります。特に PN04 編成の方は仙台青空の復刻塗装ということもあり人気は高かったですね。組成もこの2つで組まれることが多かったのでレア度はさほど高くはありませんが、人気の編成ではありました。現在この2つの編成は廃車解体され、残ってはいませんが、またこの復刻塗装は見てみたいものですね。これのどこが珍しい組み合わせだって。まあまあ近鉄のファンの皆さん落ち着いてください。さすがにこれはまだ序の口です。ここから少しずつ上げていきますので、最後までお付き合いください。あとはいえ次も PN04 絡みではあるのですが。先ほども言った通りこの復刻塗装車は現塗装の青空との組成はあるのですが、次はこちら、先ほどの PN04 編成と 15,400系の PN52 編成かぎろ人の組成です。よくこれに水色の塗装の青空をつなぎ3色の塗装の青空は団体専用列車で見たことはあるのですが、この2色は非常に珍しいです。私も慌てて撮影を頼みました。続いてご紹介するのも青空号です。他の青空号が故障し急遽汎用特急が連結され団体専用列車として走っていました。これはとても珍しく当時かなり話題になりました。続いては近鉄の電気検測車、はかるくんです。こちらも年に数回見れるものでレア度で言えば微妙なところです。このはかるくん普段はこのようにもは24とくは25で組成され検測を行っていますが、南大阪線系統を検測する際は違います。南大阪線系は線路幅が狭いため台車を変える必要がありますが、はかるくんは区は25が検測車、もは24は牽引車で、もは24はいわゆる動力なので別にわざわざ台車を履き替える必要がないため代わりに南大阪線の汎用車両が代わりに牽引します。つまり区は25と一般車両を牽引に使用されます。そしてこうなるわけです。それではまるではかるくんが牽引しているように見えますが逆で後ろの列車が押している形になります。続いての車両はかなり珍しいです。まずは見てもらいましょう。一見普通の定期試運転に見えますが。
こちらは近鉄の 8810KFL16 編成に、なぜか普段は近鉄系阪那線の7000系、7020系などを牽引する MF77、78形の元が連結されていました。これは非常に珍しい光景です。ちなみに本来の運用はこんな感じで京阪那線の車両を運んでいきます。続いては近鉄特急の珍しい組成です。この車両については過去に動画を出しておりますので、よければそちらをご覧ください。ざっくり説明しますと、アーバンライナーは本来6両固定なのですが、この車両は8両に増結するための増結編成です。なので中間車っぽい顔をしておりますが、運転台もついております。さて、以上が私が撮影してきた近鉄の珍しい組成をした車両でした。他にもたくさん珍しい組成があるので、もし知ってる方がいらっしゃいましたらコメントしていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。